挙の洗濯天気予報、洗濯情報をお届けします。今日も西日本、東日本方面ほどよく晴れて、洗濯物を気持ちよく干すことができそうです。幕張周辺も雲はあるんですけれども、隙間から日差しが届いていますね。では今日の天気分布予想を見ていきましょう。西東日本は朝から青空が広がります。この後も天気の崩れなく経過していきそうです。北日本方面、太平洋側で日差しが届くエリアもあるんですが、日本海側からの雨雲の流れ込みが心配です。変わりやすい天気になりますので、空の変化を気をつけください。今日の天気分布予想を見ていきました。ではお天気アイコンです。指数マップ見ていきましょう。西東日本方面はよく乾くといったエリアが多くなります。北日本注目していきますと、仙台乾きやすいアイコン、こちら日差しが届いてもにわか雨にご注意ください。また札幌や新潟、特に日本海側は今日も雨が降りやすくなりそうです。今日は部屋干しで乾かすようにしてください。また沖縄、那覇も日差しが届いて洗濯物はよく乾きそうです。日中は心地よい日差しのぬくもりも感じられそうですので、たくさん干すようにしてください。以上、洗濯情報をお届けしました。